こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日は、そうだ、イケアに行こう。ロサンゼルスの今というお話です。これまでにもイケアの情報をお届けしましたが、今回はね、イケアがあるカーソンという町のご紹介をしたいと思っています。ところで本日ね、停電の日でした。電気がないとね、本当無力の IT 関係者なので、停電時間にね、イケアに行くことにしたんです。これがね、停電の予告で1週間前ぐらいにね、これがポストに来ました。まずね、この場所ですがね、我々が、住んでいる、隣町になります。カーソンというところにね、このイケアがあります。アメリカではですね、イケアって呼ばないんですよね。アイケアって呼ぶんですね。アイキアっていうのかな。もしね、アメリカに来た時はね、イケアではなくてね、アイキアと呼んだ方がね、いいんじゃないかと思います。イケアにイケアとかね、いうような親父ギャグは通じませんのでね、ぜひね、そういう風に呼んだ方がいいかと思います。さてですね、このカーソン市というところですね、これは我々が今住んでいる隣町でして、今ね、見ていただいている映像っていうのはね、ここね、カーソンストリートというところです。そこをね、今カーソンの中心街に向かって走ろうとしているところです。まあ、ここのシティはですね、あんまりいい場所ではないんですよね。そんなに治安のいいところとは言えません。我々ね、よくね、フリーウェイのね、110ワン点というんですけれども、そこから東に向かうとね、あまり治安が良くないというふうに言われています。なもんでね、こちらの方が住宅価格もね、やっぱりね、若干安いんですよね。また住宅価格ということは、つまり学校区にも関係しますので、あまり、学校もいいスコアではなくてですね、子供を育てる人たちにとってはあまりここは選ばない土地ではあります。ただね、すごく、この道を走ってみるとね、なんかいい感じなんですよ。なんかね、そうですね、中心街、この道だけかもしれないですけど、なんかね、古き良きアメリカの素敵な街並みっていう感じが私はします。そんなね、カーソンというね、街の、ちょっと外れになるんですけどね、アイケアがそこにあります。アイケアってのは大体中心地、町の中心地にあるわけじゃなくて、フリーウェアのね、近くに大体あって、非常にアクセスがいいところにあるんですよね。そんなね、アイケアなんですけれども、なかなかね、この景観を見るといいとこだなと思います。特にね、今ご覧になっているところが川越市なんですよ。で、川越市のお店がなんとなくレトロでね、いい感じ出してるんですね。私、こういうね、街並みは非常に好きだなと思います。またね、この道にはね、いろいろアメリカ系のスーパーマーケットとかありますし、なかなかね、好きなところなんですね。で、最近はね、新しいアパートメントも結構建ちまして、ますますね、なんかいい感じの街に変わりつつあるんじゃないかなと思いました。さてね、
アイケアというのは、まあ、私が19年前ここに来た時にもうすでにありましたけれども、家具屋さんってね、この場所、この場所というか、まあ、このロサンゼルスですね、結構いっぱいいろんな家具屋さんがあったんですよね。それなのにね、まあ、今となってはそういった家具屋さんどんどん、まあ、潰れてしまいまして、またね、よく見かけるんですが、小さいお店なんですがね、革でできた革製品ですよね、ソファーとかね、売っている、まあそういうお店もどんどん今なくなっていますね。そういう意味でね、やっぱりアイケアのビジネスモデルっていうのはね、やっぱり今時に非常にマッチしていて、どんどん、まあ、業績を上げてるんじゃないかなと思います。で、大体家具屋って言えばね、例えば家具が、まあ、例えば、完成品をね、店に展示すれば場所すごいですよね。で、それと同時にね、在庫をそれをウェアハウスに持つとしたら相当たくさんのね、場所っていうのが必要になるわけですけども、アイケアのビジネスモデルから言うと、そういったねものは、組み立てる前にキットとして売ってるわけじゃないですか。そうするとね、一般の人たちはキットとして買うわけですよね。で、キットとして買って自分の家に自分で持って帰って、でさらにはそれを自分で組み立てると、まあ、これはね非常にねいいビジネスモデルなんじゃないかなと私は思っています。で、そうでなかったね家具屋さんがね、まあいろいろ大変な思いをしたとは思うんですが、結局今ね消滅してしまったということで、なかなかね理にかなっているんじゃないかなというふうに思います。さてですね、この先に、よく私が利用する405というフリーウェイがあるんですが、本来だったらねここを使ってここから降りてくるんです。今日はねちょっとねカーソンという街をご紹介したいので下道を通りました。まあね、こういったね、フリーウェイというね、すぐ近くにね、こういったお店があるということでね、非常にねアクセスのいい場所、まあ、そういったところにねアイケアがあります。もうすぐもうアイケアが見えてくるんですが、ちょうどねこの前方のところにはね、アメリカ系の、まあ、モールって言いますよね、いろんなマーケット、お店ですね、お店がある、そんなねモールの一角の一番端に、アイケアはあります。ちょうどね今ここ見えているんですが、一番下にねアイケアと書いてあります。そしてね、前方の方にアイケアが見えてきました。まだね COVID-19 の、いろんな制限はあるんではないかと思うんですけれども、まあ、ちょっとねそれがねどんな感じになってるか、この先で見ることができるかと思います。平日のね、まあ、開店と同時に、来ていますのでね、人はねほとんどいませんでした。ただねやっぱり入り口のところは、一定の人数をキープするために、まだねラインが引いてありましたのでね、少しではありましたが警戒、まあ、レベルに沿ったですね対策がねされてるんじゃないかなと思います。まあね、アイケアはね、まあ、いつもご紹介してるので中身は、まあ、今回は割愛して、まだね停電の時間終わってないんでね、これはね、ロンビーチのマザービーチっていうところにねちょっと行ってみました。ここはね運河の中であるビーチなんですね。でもですからね大きな波も一切ありません。ですからね小さい子お子さん連れの人はね非常にねこの場所はねいいんじゃないかなと思います。まあね今日ちょっとここに来た理由っていうのがね、
まあ、運河沿いの、まあ、あのビーチで、カヤックとかがねここでできるという話なんですよ。で、まあ、初めてのところなんでね、いきなりここ来てどんなのかなっていうのがね分かんない状態でカヤックをやるっていうのも大変難しいので、まあ、今日は下見ということでね、ここを見に来ましたね。なかなかいい場所ですよね。ちゃんとねライフセーバーもいますしね、まあこんな形で、まあ、結構寒かったんですよね。それでもね結構アメリカ人の皆さんねここでね海水浴をしていると、我々ねちょっと水手触ってみますと冷たかったです。ちょっととても海水浴はできないですね。まあね、そんなね停電の日の一日でありました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。